株式会社カナメ工業の社長をしております藤井でございます。どうぞよろしくお願いいたします。本日はお忙しい中、ご参加いただきまして誠にありがとうございます。平成31年、3月期中間決算説明会を行います。会社の概要はご覧になっての通りとなっております。当社は創業者である私が27歳で立ち上げ46年続けてまいりました。豊島区、東京都豊島区要町にあった自宅で創業したことから要工業という社名にいたしました。中間決算の説明の前に、当社の経営理念と経営方針をおよびですね、簡単な会社説明をさせていただきます。当社は経営理念を非常に重視しております。まだ循環型社会という概念が社会に浸透していない頃よりこの理念を掲げ経営してまいりました。経営方針も表記の通りでございます。今後もこの理念方針に従って経営してまいります。当社の収集運搬車両群です。収集運搬車両は本年の3月末時点で要工業単体で290台、連結で427台でございます。廃棄物処理法をはじめとした法的要求事項に対応するため、また運搬効率を高めるためにさまざまな種類の車両を利用しております。左上の車両が当社の保有車両の中で一番多い事業系一般廃棄物を運ぶ専用車両でございます。あとは古紙や粗大ごみを運ぶ、左下平ごで車、冷蔵設備を付いております右上の感染性廃棄物専用車、セキュリティ装置を搭載している機密書類、運搬車、軽量機の付いた、検量用車両などでございます。約800名に及ぶ従業員がこれらの車両を駆使して廃棄物を収集し、清掃工場と当社のリサイクルセンター等で適正処理とリサイクルを行うのが当社の事業でございます。当社グループは主に東京23区内の事業系廃棄物の収集運搬と処分をしております。こちらが拠点図となります。主な拠点を記しております。まず池袋にある本社が、本社機能と営業活動の拠点となります。足立支社は車両部隊のコントロールとリサイクルセンターを統括する機能を担っております。リサイクルセンターが7カ所に、8カ所の拠点がありまして、こちらは運び込まれた廃棄物を適正処理リサイクルをし資源を生み出しております。スライドの左側に水色で示しておりますのが子会社ヨドセイ、こちらは主に家庭から出る廃棄物の運搬を行っております。一般家庭の廃棄物をですね、役所から受け負って運ぶ、これは養生事業ですので運送業になります。あとはスライドの下にこちらも水色で示しております、バイオエナジー社とアルコ社、いずれも大田区にある食品リサイクル施設であり出資先となっております。これらを合わせると13拠点となります。これに車両基地を合わせると23区内に30カ所近い、拠点を構えて事業を展開しております。現在1万坪を超える用地で事業を展開しております。そのうち自社で所有しておる土地は7600坪でございます。それでは平成31年、3月期第2四半期の業績を説明させていただきます。売上高は順調に伸び55,200万円となりました。前年同期と比較すると 1.4% の増加となります。11月14日に情報修正いたしました。今期の売上高の予想値、111億4800万円に対して 49.5% の進捗でございます。
当社グループは総合廃棄物処理業の単一セグメントですが、事業区分では表記のように3つに分かれます。第1が収集運搬処分事業です。売上は38億2800万円で全体の 69% を示しております。リサイクル事業の売上は6億3900万円で 12%、 行政自宅事業は10億5500万円で 19% を示しております。こちらのスライドは当社のグループの簡単なビジネスフォローでございます。当社のメイン事業は収集運搬処分事業です。この事業は、事業者と直接契約をし、事業所から発生する廃棄物を23区が運営する焼却工場や当社が運営するリサイクルセンターなどに運搬し処分を行っております。売上は事業者からいただく収集運搬と処分費です。当社が扱う主な廃棄物は事業者から日々排出される廃棄物です。当社の売上の 69% を占めるこの事業は、通常一度契約したら事業を自動的に継続する契約になっているため、当社のビジネスはストック型ビジネスと言えます。2つ目の事業はリサイクル事業です。この事業は収集運搬処分事業で収集した廃棄物を再資源化しメーカー等に販売いたします。3つ目の事業は行政自宅事業です。行政自宅事業においては、東京23区の各区からいただく手数料が売上となっております。ここからはそれぞれの事業の説明をいたします。当社のメイン事業である収集運搬処分事業の伸びは堅調です。売上は38億2800万円、前年同期と比べて 6.3% の伸びとなりました。その要因はお客数の増加、収集、および収集現場数の増加が、挙げられます。当社のメイン事業である収集運搬処分事業は安定した高い収益を上げられる構造にあり、同業他社と比べると圧倒的なポジションにあります。その大きな特徴は高い廃車効率にあり、それを支えているのが路線化を目指し長年かけて構築したネットワークです。9月末時点で7319箇所の排出現場と8箇所ある当社リサイクルセンター、東京23区が運営する19箇所の清掃工場およびその他外注先をですね、最短の時間と距離で巡回することができるインフラを構築しております。これにより1台あたりの売上というものが非常に、類を見ないほど高くなるように設定されています。その意味で今の説明いたしました。この路線化により収集現場が増えれば増えるほど収集効率が上がる構造になっております。またドライブレコーダー等のハードウェアの設置、配車システムや電子マニフェスト EDI システムといったソフトウェアの開発、これは独自で展開しています。安全で効率的な収集をインフラで支えております。左円の円グラフがお客様のグループ別売上構成比です。地道な営業活動を推進することにより、本年3月末時点ではお客様は3000社を超えました。一番売上が高い、企業であっても全体の 6% 未満にとどまっており、またお客様の業種もまちまちですので、売上の分散は図られております。特定のお客様に依存しておりません。またお客様のコンプライアンス体制の支援も徹底しております。廃棄物処理法という難解で複雑な法律をお客様に理解してもらい、順法を促す活動も行っております。法を解説した小冊子やコミックを作成し配布することや、当社の社員が講師となり、お客様先の従業員様を対象にした廃棄物セミナーを年間40回程度行っており、大変好評を得ております。
当社は業界唯一ともいえるコンサルティング営業を行っております。既存のチェーンストア、ビルメンテナンス会社といった先から継続的な仕事の獲得はもちろん、常時600現場以上の営業開発先をターゲットとして営業活動を活発に展開しております。次がリサイクル事業です。売上は6億3900万円で、前年同月と比べると 19.3% の減少となりました。リサイクル事業で扱う資源は収集運搬、処分事業に伴い発生するものになりますので、取扱量は収集運搬、処分事業の伸びと比例して伸びております。ですが、昨年度上半期と比べると資源単価は下落しているため売上の減少となりました。この幅が非常に大きかったためにその分の利益が減ったということになります。なお11月14日に、開示しております、業績予想の修正でも一部触れておりますが、その時点の開示をちょっと見ていただきたいと思います。それまではの時点では前年の落ちたものは少し回復基調だということは言えると思います。リサイクル事業は主に収集運搬、処分事業で収集した段ボール、古紙、金属類、樹脂などの資源物を販売する事業となります。大きく分けると、お客様の現場から当社の車両で収集したものをそのまんま販売先に運搬するパターンと、自社リサイクルセンターで処理を行った後販売するパターンに分かれます。そういった事業体のため売上利益やともに資源相場の影響を大きく受けることになります。次が行政自宅事業です。売上は10億5500万円で、前年同月と比べると 0.1% の増加です。ほぼ横ばいとなりました。前年同期に、受注しておりました都内多くの瓶、缶、ペットボトルの処理を今期は失注いたしました。その代わりに約2億円の減収が決まりましたが、新たにこちらは約2億円となる不燃物の再資源化を受託することができたため、前年同期と同等程度の売上となりました。行政自宅事業は主に家庭から発生する廃棄物を処理する事業でございます。廃棄、契約の相手方は23区の各区となります。当社グループでは家庭から出る可燃ごみの収集運搬、飲料容器の収集運搬、処分、容器包装、リサイクル、プラスチック類の選別圧縮、その他に金属系粗大ごみや木製家具、繊維のリサイクルや不燃物の再資源化等を行っております。表記のスライドは行政自宅事業のうち主に要工業本体で行っている事業を表現しております。行政自宅事業のうち特に不燃物を資源化する事業は、当社が東京と足立区とともに取り組みを始めた先駆者です。ここ数年大きく伸びている事業でもあります。次は経常利益です。経常利益は4億9800万円となりました。前年同期と比べて 30.2% の減益でございます。今期の経常利益の予想値8億2500万円に対しては約 60.4% の進捗でございます。親会社株主に帰属する当期純利益でございます。3億3000万円となりました。前期、前年同期と比べて 31.5% の減益でございます。今期の親会社株主に帰属する当期純利益の予想値5億4400万円に対しては約 60.7% の進捗でございます。貸借対照表につきましては表記の通りでございます。自己資本比率は前年度末 70.7% から 71.9% となりました。資産負債の状況は
決算短信の通りでございます。続きまして、キャッシュフォローの状況でございます。現金および現金等同等物の期末残高、全連結会計年度の期末残高に比べ8億9500万円増加し40億3800万円となりました。各キャッシュフォローの状況は決算短信の通りでございます。次からは平成31年3月期第2四半期のトピックスでございます。当社のメイン事業である収集運搬、処分事業およびリサイクル事業の主な仕様の一つとして定期回収現場が挙げられます。平成30年3月末の現場数は7122、これは今年の9月末で7319現場に増加しております。今後も順調に伸びると見ております。今期末には7517現場、平成33年3月期には8237現場を予想しております。現場数を伸ばしていくことが当社の骨幹の事業である収集運搬、処分事業の拡大につながります。また資源を生み出すリサイクル事業の安定した成長になると考えております。次が行政自宅事業における自宅拡大です。不燃ごみの資源化事業を専門のリサイクルセンターである板橋リサイクルセンターを整備したことによりキャパシティが一気に拡大しております。今年4月より荒川区豊島区の不燃ごみの全量受け入れが始まっております。そして8月には台東区の不燃ごみの一部は受け入れが始まりました。来期以降も既存の区を継続して受注し、かつ他区への拡大を図るべく取り組みを継続しております。この事業を伸ばすことはすなわち埋め立てに回る廃棄物を再次元させるということでございます。事業を進展させることが当社の売上利益を拡大させることにとどまらず、当社の経営理念である循環型社会に貢献することになるだけに社会的使命だと考えております。この事業のリサイクル率は 90% 以上というふうに目標ができております。平成29年11月に、駐車場用紙として入手した東京都足立区の、約830坪の土地の現況でございます。現在は一部駐車場用紙として利用しております。駐車場として利用はもちろんリサイクルセンターとして、利用することも可能な土地であり、臨地の買収も検討できるため今後の事業拡大に向けてさまざまな検討していることを検討している段階でございます。続きまして鹿浜リサイクルセンターの現況でございます。既存施設の臨地を買収し建設工事を行っております。大型の粗大ごみの破砕施設を設置するためには強靭な基礎をはじめとした頑強な建物を作ることが必須となります。現在はその基礎工事を行い建物完成は2019年6月を予定しております。次に参ります。11月21日の適宜開示でお知らせいたしました通り売上拡大を目指しこのリサイクルセンターへの設備投資を決定いたしました。想像図ですね。規模は大きく民間事業体としては東京23区で最大級の粗大ごみ処理施設となる予定でございます。ちなみに現在当社が主体として残地物の処理を行っている築地市場を例に挙げることもなく、これはちょっと言っても分かりませんよね。例の豊洲へ移転してますよね今ね。その後に築地の後処理が残っているわけで、その中から出る一般産廃の廃棄物をここ2ヶ月間連続で、受注して行っています。
もうしばらくかかると思いますけども、こういうことができるのは非常に、都内でほとんどないという、まあ、そのために指名されたんですね。これは言ってもいいと思います。ずっと続けておりますので、その意味でここに書かれているということです。このような形で当社グループは今後もさらなる拡大を図っていく所存でございます。現時点では新たな資本業務提携や M&A の予定はございませんが、今後につきましては経済合理性をもとに業用拡大を見込める場合は検討してまいりたいと考えております。で、以上です。説明は以上でございます。どうも失礼いたしました。